実は一番スタジオを盛り上げていたスノーマンメンバーは、今夜の金スマは未公開トーク含む完全版 SP。今夜6月2日20時57分放送の中居正広の金曜日のスマイルたちへ TBS 系は一番盛り上がった場面完全版 SP。スノーマン、鈴木亮平、爆笑問題が登場し、収録で一番盛り上がった場面を未公開トークとともに完全版で届ける。約2年半ぶりに金スマに登場したスノーマン。ラウールが明かしたメンバーの裏の顔、実は向井、浩二は2枚目すぎるプライベートを過ごしていた。その意外な内容とは？そしてスタジオ収録では、実は深沢達也が一番盛り上げていた。深沢モテ都市伝説に加え、思わず中居正広が、打席多すぎだろ、と突っ込んだ、貯金をしないというお金遣いトークにスタジオ大爆笑。さらに、収録の合間に行われた激レアトークも、目黒蓮からの質問に中居がガチアドバイス。普段は絶対に見られない、スノーマン×中居の関係性も見どころだ。